リーニュクゲの巨城、ブロユジ城。第七代リーニュ公、シャルル・ジョゼフは、ウィーン会議を表した、会議は踊る、されど進まずの言葉で知られる。リーニュケは、ベルギーの上級貴族の家系。加盟は、エノー州跡郊外の小村リーニュにちなむ。11世紀に、リーニュの少量種から身を起こした。リーニュケの当主は、エノー白の定身となり、 主君に随行して十字軍遠征にも何度か参加した。1214年、ゴーティエ・ドリーニュとフラストル・ドリーニュは、ブービーヌの戦いで、フランス王フィリップ2世の軍隊に捕らえられ、身の代金を払って解放されている。12世紀に、男爵位を獲得し、16世紀には、フォコンベルグ博、17世紀には、エピネーーとなった。1547年に、 マルクハク家の冒険であるアーレンベルク家の男系が耐えたとき、リーニュ家の冒険であるバルバンソン男爵家のジャンドリーニュが向こう入りする形でアーレンベルク家を継いだ。このため、現在でも、ベルギーの最上級貴族であるリーニュク家とアーレンベルク公爵家は男系を同じくしている。1543年、ハプスブルク家の神聖ローマ皇帝カール5世に、 教皇施設として使えていた当主、ジャック・ド・リーニュは帝国博の称号を授けられた。ジャックの妻マリアファン・バッセナールは、ライデン城博家の女子相続人であり、バッセナールやホコンベルグ、フォールブルクなどの所領をリーニュ家にもたらした。ジャックの孫息子ラ・モラル一世は、1601年に神聖ローマ帝国の帝国諸行に昇釈したが、 帝国諸侯としての実態は全くなかった。リーニュ家はネーデルラントを2分した80年戦争の間、他のワロン人名門貴族と共にカトリック陣営に残留し、ハプスブルク家に忠誠を誓い続けた。ラモラル一世の孫クロードラモラル一世はシチリア副王及びミラノ総督として活躍した。第6代リーニュ皇、クロードラモラル二世は神聖ローマ皇帝軍の 陸軍元帥を務めた。その息子の第7代リーニュコー、シャルル・ジョゼフは軍人、外交官、文筆家であり、リーニュ家が輩出した最も有名な人物である。1830年のベルギー独立革命の際、第8代リーニュコー、ウジェーヌ一世は独立派の一派からベルギー王位につくよう打診されたが、これを辞退した。リーニー家は現在も、 ベルギーの最上級貴族家門の一つであり、ベルギー王室の人々とも心象で呼び合うことを許される特権を有している。ラモラル一世、アルベール・アンリ・クロード・ラモラル一世、アンリ・ルイエル・ネスト・アントワーヌ・ジョゼフ・ジスラン、クロード・ラモラル二世、シャルル・ジョゼフ・ジェーヌ・一世、ルイエル・ネスト・ジェーヌ・二世、ボードア・アントワーヌ・ミシェル。カタログでオクトで、フィリペ・オーギュスト、HRSG。 本レオポルトデリスルナンバー 1583S359 ありがとうございます。